レジネッタは日本の競争馬。主な勝ち倉は2008年の大賀賞、2010年の福島品馬ステークス。馬名の意味はイタリア語で若い女王。2007年9月9日の新馬戦でデビュー。池添健一機乗で一番人気に支持され序盤は逃げで花を取っていたが、直線で交代し1位から0.8秒差の10着に終わる。 その後9月29日の未勝利戦で初勝利し、自走の500万下でも急等中8番人気という低評価の中連勝する。そして阪神ジュベナイルフィリーズでは池添がトールポピーに起乗するため竹豊に乗り換わり出走する。道中は前方に位置し、一旦は直線で先頭に立つが、後続場に次々と刺され6着に終わる。2008年は、 エルフィンステイクスから指導し3着。続いて出走したフィリーズレビューでは、小牧太氏に乗り換わり1着と、同タイムの頭差の3着となり、大賀賞への優先出走権を獲得した。4月13日の大賀賞では道中は、馬群の中段に待機、直線で据え、足を伸ばして抜け出し、2着のエフティマイアに一2馬審査を。 つけ12番人気の低評価を覆しての優勝となった。安城の小牧太氏は中央競馬の GI 初制覇となった。このレースでは2着のエフティマイヤが15番人気、3着のソーマジックが5番人気であったため、3連単は払い戻しが700万2920円と、当時クラシック史上最高、JRA 歴代6位の後輩等となった。 自走の5月25日の優秀品馬では、大賀賞と同様に、中断待機したが、最後の直線で、ーマジックと共に通るポピーから、審議対象となる不利を受け、エフティマヤを捉えることができず3着となったが、大賀賞馬としての強さを見せつけた。レース後の5月28日には、宇治田原優秀ステーブルへ移動し、その後は、 北海道へ放牧に出されることになった。休み明けとなった、クイーンステークスでは一番人気に支持された。いつも通り、道中は、馬群の中断に待機、直線で据え、足を伸ばしたものの、開幕週の先行が有利の馬場を生かした、山人メルベイユに二馬審査をつけられ逃げ切りを許し、二着に、終わった。続く、ローズステークスでは一番人気に支持されたが、 マイネレーツェル、ムードインディゴに敗れ3着だった。貧馬3冠の最終戦となる、週刊賞では、オークス場のトールポピーに次ぐ2番人気。レース中盤までは、今までと同様中断待機の作戦を取ったが、最後の直線で追い切ることができず、8着と完敗した。続く、エリザベス女王杯では12着と大敗した。2009年は、 阪神品バステークスから始動したが、最後の直線で伸びきれず5着に敗れた。続く、ビクトリアマイルでは終始後方のまま16着と大敗した。その後、7月26日の箱立て記念に出走したが、見せ場がなく9着に敗れた。続く8月16日のクイーンステークスでは3番人気に押されたが、終始後方のまま。 見せ場を作れず10着と大敗した。続く10月4日のポートアイランドステークスでは、後位追走も失速して11着に終わった。中一週で挑んだ10月18日の、不中品場ステークスではこれまでの惨敗続きから11番人気と、低評価だったが、後方から追い込んで3着と、高層した。エリザベス女王杯に出走登録を行っていたが、除外され、 11月14日のアンドロメダステークスに出走したがいいところなく急着に敗れた。続く12月6日のターコイズステークスでは後方から最重量の金量を背負いながら最速の上りで追い上げるもウェディング不事故を捉えきれず5着だった。2010年はニューイヤーステークスから始動。好位集団でレースを進めたが直線で伸びあぐねて8着に終わった。 続く、京都品馬ステイクスでは、後方から追い込んでくるも6着に敗れた。続く、中山品馬ステイクスでは、最後方から出走場中最速の末足で追い込んで、くるも西のブルームーンの5着に敗れた。4月24日の福島品馬ステイクスでは、中段追走から直線で力強く伸びると、先に抜け出した、ブラボーデージーを、 ゴール直前で差し切り、一昨年の大歌賞以来となる勝利を挙げた。6月20日のマーメイドステークスでは、後一追走も、直線で失速し15着と惨敗を喫した。8月15日のクイーンステークスでは、最後の直線のみで最速の上りで追い込んでくるも、アプリコットフィズを捉えきれず4着だった。 11月14日のエリザベス女王杯では、見せ場がなく11着に敗れた。12月19日の愛知杯では、故障を発生したテイエムオーロラの煽りを、受け途中交代し、直線で伸びきれず9着に敗れた。12月22日、競争場登録を抹消。北海道阿びら町の追い分けファームで、繁殖品場となる。2012年2月7日に、 初子のお馬が誕生した。四大母、フォールアスペンが優秀な繁殖成績を残しており、近親には活躍場や種ボバが多数揃っている。ありがとうございます。